レストラック型ループプラズマによる高速表面改質ということでお話をさせていただきますよろしくお願いいたします、えー、と熱プラズマとはガス温度が5000ケルビン以上と非常に高くいわゆる化,あの化学的活性種ラジカル密度が非常に高い、えー、高温高反応性を有したプラズマのことです、えー、このプラズマを誘導を結合で、えー、と生成するのが誘導熱プラズマです 誘導熱プラズマは、無電極でこのような熱プラズマを生成できるため、熱プラズマ中の不純物が非常に少ない特徴を有し、そのため、材料プロセスの応用が期待されています。例えば、ナノ粒子の大量生成などがその一例となっています。で本研究におきましては、この誘導熱プラズマを表面解質に応用できないかというふうに考えています。その表面解質の一つの例としましては、酸化処理があります。 例えば酸化膜は、まあ、半導体デバイスのゲート絶縁膜等々に使われています。現在の酸化処理技術といたしましては、熱酸化法や低温プラズマを用いたプラズマ酸化法がありますが、まあ、いずれも処理時間が数時間から数十時間と非常に長いというまあ欠点を有しています。一方、熱プラズマを用いた酸化処理に関する研究もありまして、 例えば広島大学の東先生は、熱プラズマアークジェットを用いた電極を有する、えー、こういうふうな方法、アークプラズマジェットを用いた、えー、酸化法を開発しておりますで。しかしながら、電極を用いているために電極材料からの不純物購入の不安があったり、あるいは、まあ処,えー、処理表面が直径5ミリ程度と、まあ、少し小さいという課題がありました。こ、まあ、こののよよううなな課題ををを解決すすべき我々は熱プラズマを用いいたた新たな酸化法を開発しようとしとています すなわち処理時間が非常に短く、大面積化もできるというような方法です。熱プラズマは超高速で酸化処理ができる反面、大面積化が難しいという特徴があります。しかしながら、この大面積化ができれば生産性の大幅な向上を期待できます。この熱プラズマを大面積化する手法として、従来の円筒型誘導熱プラズマを大面積化するという方法があります。 この場合、円筒型の装置の直径を拡大することになって、でそういった場合には大きな溶石の誘導熱プラズマを維持することになって、大電力が必要となります。また、熱プラズマは、えっと、こうローレンツ力によって、警方向にキュッと収縮してしまうという特徴を有しているために、円筒型の誘導熱プラズマをそのまま大面積化に使うというのは困難であるというふうに考えられます。 このため、我々は独自に、ループ型の誘導熱プラズマというのを開発しています。ループ型の誘導熱プラズマというのは、このようなループ管の中に熱プラズマを生成さ,れさせます。そして、その一部を切り替えて、基板上に線上に生成させる。 この横方向に線上に生成された熱プラズマに対して基板をそれに対して垂直方向にスキャンすることによって基板の温度の上昇を抑制させつつ二次元的に大面積処理ができるというふうに考えられます。で我々はこれまでに、えー、と、 ループ型の誘導熱プラズマを安定に維持できることで、さらにはシリコン基板をここに置いた場合には、長さ80ミリの範囲にわたって、非常に高速に酸化膜を生成できるということを見出しています。その酸化速度は100ナノメーターパーミニットと従来の熱反化法と比較すると、大体10倍程度と極めて速い酸化速度を達成しています。しかしながら課題がありました。 基盤のスキャンによる二次元的な参加が本当に可能なのか、それから2つ目、生成参加末の一様性が向上できるのかで、3つ目といたしましては、あと次世代のパワー半導体として期待されている、あるいは使用されている SIC 基盤への適用が可能なのか、まあ、こういった課題です。 そこで本研究におきましては、ループ型、それからあとに出てきます、レーストラック型誘導熱プラズマによって、基盤全体の一様の酸化膜、あるいは窒化膜を生成すること、これを目的としていますで。さまざまな課題がありますけれども、この課題に対してさまざまに取り組んでいます。まず、えー、と二次元酸化を可能にする装置として、えーと、基盤スライド機構型の機構付きのループ型誘導熱プラズマ装置を開発し、まあ、実際に基盤のスキャンによって二次元酸化が可能で、 であるかこういいっった試験を行っていますまた、生成酸化マスの一様性をさらに向上させるために、ガスによる押し付け効果によって、一様の酸化マスを生成する試みを行っています。 さらに、実際パワー半導体として期待されている SIC 基板に対して本当に酸化処理ができるのか、これについても実際に行っています。まあ、こういった熱プラズマによる酸化処理というのは、まあ、数値解析モデリングはほとんどないんですけども、理論的にこれをアプローチするために、熱プラズマ手法によるシリコン基板の表面の酸化シミュレーションモデルを構築しています。でさらに、 一様な二次元表面解析を可能にするような装置として新しくレーストラック型誘導熱プラズマ装置というのも開発していますこの内容について今回はお話をしていきますまずはこちらのキー基ンスライド機構付きループ型誘導熱プラズマ装置これについてお話をしていきます こちらが、その基板スライド機構付きループ型ユードネ熱プラズマ装置の概略図になっています。こちらに写真があります。これ全部、えー、と、石英でできておりまして、ここのループ部分がループ型と言われているものです。ここの中に、ネ熱プラズマを生成させる。この直方形のところもシリコン、SI SIO2 で、えー、と、石英でできておりまして、この中に基板ホルダーをこのように差し込めるようになっています。この基板ホルダーにはくぼみを設けて、ここに、えー、と、2インチの 基板がはめ込めるようになっています。でそれでこれで二次元的なスキャンができると、スキャンができるというふうにしています。でガスはこの上部と基板付近から2か所から導入できるようにしておりまして、上部からはアルゴンガス、それから酸化反応、酸化処理をする場合には酸素を導入できるようにしています。この酸素を導入する部分にはポーラスセラミックを設けて、このポーラスセラミックを通じて拡散しながら 一様にエサンスが導入できるようにしているという風ですこのルーブ部分は、えー、と誘導コイルで挟み込むようにして設置、まあ、しまして、えー、とこいつを RF インバーター電気に取り付けます そして、この RF インバータ電源から RF 電源、高周波の電流を流すと、このコイルによって、このループに対して、執着方向に変動磁界ができます。この変動磁界の変化を妨げる方向に、ループ方向に電解ができるで。この時に上からアルゴンガスを供給してやると、ループ上にアルゴンプラズマが生成される。 でさらにこの基板の付近におきまして、酸素を導入することによって、基板上にアルゴン酸素プラズマを生成できる。この基板上のアルゴン酸素プラズマは、横方向に線状にこのようにできていますので、これに対して垂直方向に基板ホルダーを動かすことによって、二次元的な酸化処理ができるようになると、こういったシステムとなっています。 で、こちらがまあ実際にそれを生成した実験条件となっています。インプットパワー 5kW、アルゴンのガス流量は0 5 l ト酸素のガス流量は0 2 l トです。圧力は10トール、15トール、20トールと変化させています。で、シリコン基板は えと100のものを用いておりまして、直径が2インチのものです。でこいつを、えー、と基板、熱プラズマに対して1回だけ一方向にスライドさせることによって、えーと、表面解説を行うというふうになります。でこの場合、えーと、スキャンスピードとして0.25ミ、mm、リメーターパーセクトして、全工程では大体いい 200,、えー、200秒。えー200秒 というふうな時間としています。この時間というのは、通常使われている熱酸化法の数時間と比較すると圧倒的に短い時間というふうになっています。こちらが実際にプラズマを生成した様相となっています。この黒いところがコイルになっておりまして、この明るいところがプラズマというふうになっています。白くなっているところにアルゴンプラズマが生成されており、この基板上におきましたアルゴン酸素プラズマが生成されている様子が あこの赤いところから分かるというふうです。で、これを熱プラズマ、あ基この熱プラズマを基盤に照射して、えー、と酸化膜を生成いたします。生成酸化物の位置性評価におきましては、光干渉式あ、えー、と膜圧計測法による酸化酸化膜を、えー、圧測定を行っております。まずはこの生成されたプラズマが、この基盤に対して、えー、どれぐらい位置性があるのかを検討するために、スペクトル観測を行いました。その結果について示 します。でこちらがその結果となります。この基板上におきまして大体20点、えー、と計測をしています。ここで、えー、とスペクトル観測をするとこのように、えー、と酸素の原子スペクトルが強く現れます。 すなわち酸素原子が、えっと、酸素分子が乖離して大量に生成されていることを表しています。でこの放射強度、酸素原子スペクトルの放射強度を縦軸にとって横軸に X 方向、すなわち横方向、X 方向にプロットしたのがこちらとなっています、まあ。いずれの圧力におきましても、2-1基盤が設置されるプラスマイナス25ミリの範囲にわたって、まあ、ほぼ一様に酸素原子のスペクトル強度があ,あると。 ということから、えーと、ほぼ一様なアルゴン酸素誘導熱プラズマが生成できているというふうに考えることができます。 でこのようなプラズマを実際に基板に対して照射し、えー、と基板を照射することによって二次元酸化ができるのか、これを検討いたしました。でその結果というのがこちらです。これ横上方向が X 方向です。えー、とた縦軸が Y 方向でスキャン方向というふうになっていますで。これが10トールの場合、15トールの場合、20トールの場合です。いずれの圧力におきましても、大体、えー、酸化膜圧は120ナノメーターから、ナノメーターから130ナノメーター程度になっていると。 酸化速度を見積もってやりますと、大体100ナノメーターパーミニットと、通常使われている熱プラズマ酸化法の10メーターパーミニットと比較して、大体いい10倍程度の高速酸化処理ができるということが分かりました。このように非常に早い酸化処理ができるのは、この熱プラズマにおきまして、非常に高密度に原子状の酸素ができており、さらに熱プラズマで局所的に基板が加熱されて、1200kg ケルビン程度にまで上昇しているためでというふうに考えられます。一方で、例えば熱酸化法だけでこの100ナノメーターパーミニットの酸化速度を出そうとすると、 理論上は1660ケルビン必要ということになります。今回は1200ケルビン程度で良いということなので、熱プラズマが高温なだけでなくて、非常に高密度の酸素、原子状の酸素が、この高速酸化処理に効いているのではないかというふうに現状は考えています。次に生成した酸化膜がどの程度の SiO2 になっているのかというのを XPS から分析いたしました。 でその結果がの一例がこちらです。縦軸がインテンシィで、横軸はバンディングエナジーになっています。これ SI の 2P ピークとなっていますで。黒のラインというのが熱プラズマ照射前なもので、赤のラインというのがアルゴン酸素プラズマを照射した後のものというふうになっています。でこの図からわかりますように、熱プラズマを照射することによって SI ピークがなくなって、SIO2 ピークが大きく できて出てきているということがわかり、sio2 が生成されたということがわかります。で、しかしながら、まだまだこの一様性に問題がありました。で、そこで我々はそれを改善すべく。えっとガス吹き付けによって熱プラズマ押し付け効果を用いて。 えー、生成酸化膜の一様性を向上させようという試みを行いました。すなわち基盤上から酸素だけではなくて、えー、押し付けガスとしてアルゴンガスも導入することによって、えー、と高温で浮遊しようとする、えー、熱プラズマを抑えつけることによって、えー、と熱流速、酸素原子流速を一様かつ増加させることによって、一様な膜ができるんではないかというふうに考えたということですそのの結果が次のスライドとなっています。 でこちらがその結果ですで。こちらの上側が押し付け効果なしの場合のもの。これが、えっと、そのシリコン基盤の様相です。こちらが、えっと、酸素、酸化膜の膜圧の分布を表したものですで。下側が押し付け効果ありの場合のものというふうになっています。横軸が X 方向。縦軸がスキャン方向というふうになっています。 これ、y、方向ですスキャン方向につきましては、えー、まず、えー、酸化膜圧の変動幅はだいたい押し付け効果がなくても18%程度ですけれども、押し付け効果を行うことによって、だいたい10%以下の7%程度にまで向上しています。また、X 方向につきましても、プラスマイナス8ミリで見てやりますと、えー、と押し付け効果がない場合には30%程度の変動幅でしたけれども、まあ、それが10%程度にまで、まあ向,えー、向上しています。 上できているとえすなわち、押し付け効果によって生成酸化物の一様性が向上し、えー、さらに、えーえー、っと向上できるんではないかと現状では考えています。まあ、このようなループ型ユーロ熱プラズマで、まあ、シリコン基板でだけでなくと、SIC 基板に対しても表面酸化にまあ応用できるのかということも試みています。その結果が次のスライドというふうになります。でこちらが生成した 酸化膜の様相で、これは SIC 基板に対してプラズマを照射した場合のものです。縦方向がスキャン方向です。これが様相で、こちらが酸化膜の二次元分布、酸化膜圧の二次元分布となっております。この図から分かりますように、大体ですけれども、基板全体にわたって酸化膜が生成できている。大体100、非常に高いところでは140メーター程度にまでなっている。この酸化速度を3つ持ってやりますと、17.6ナ メータパミニットと、通常を使われている熱酸化法と比較すると、大体17倍程度の高速の酸化処理が実現できるということが分かりました。すなわち、ループ型誘導熱プラズマを SIC 基盤の表面解析にも適用可能であるというふうに言うことができます。 このような熱プラズマを用いた酸化,という酸化処理というのは、なかなか数値解析的にモデリングされているという例は非常に少ないという現状がありました。これを理論的でも検討するために、我々は、この熱プラズマと酸化処理、これを、モデリングを行っています。その手順についてお話ししていきます。 でこちらがそのモデルの簡単な概要図になっています。熱プラズマとしては線状にできていますので、この線状のプラズマを想定いたしますで。このプラズマに対して、これまでの実験、あるいは、えー、と数値解析結果から、えー、温度分布を与えます。この温度分布におきましては、両サイドにおきまして温度が高くなっているという、まあ、予想が見て取れます。一方、酸素はこの中心付近から投入されますので、えー、と酸素の原子の密度は中心付近で高くなっていると。 いうことを想定して,、えー、しているというふうになりますでこのようなあ温度と,、えー、と酸素を 酸素密度を持った酸素原子密度を持ったプラズマを照射して、その時に基板をスキャンした場合に、どのような酸化膜が生成されるのかということを理論的にも検討しています。次がその計算結果です。でこちらがその計算結果で、こちらが温度分布です。ずっと上部から熱プラズマが照射されている様子ですで。こちらが酸化膜の生成分布となっています。時間依存性となっています。左側は t 1 0 0 セックの場合の中心付近にでのもの、これはすべ、えっと、てが、えっと、照射された場合の酸化膜圧の分布というふうになっています。これが途中経過というふうになっています。この図から分かりますように、熱プラズマを照射されていると、熱プラズマを照射されているところでのみ、曲線的に基板の温度が上昇していくんだということが分かります。また基板のこの端のところのほうが温度が高くなっています。でその理由は、まあ照射 した熱プラズマの温度分布自体が、えーっと、この両端において高くなっているという、まあ、性質を持っていますので、それが高いこと、でさらにはこの基盤におきまして、この端におきましては熱伝達が、まあ、ガスに対する熱伝達になりますので、えーまあ、熱伝導ではなくな,なくなるということから熱吐きが悪い、まあ、こういったことから基盤のこの端におきまして温度が高くなっているんだろう。で一方で、えーっと、酸化膜圧の分布を見てやりますと、えー、っとこの、えー、っと両端のところ、 におきまして、えー、少し酸化膜圧が高くなっている一方でこの辺りにおきましては中心付近におきましては一様な分布酸化膜圧分布が得られているということが分かりました、えー、このような様相というのはまあ、実験的に得られているものと比較するとまあ、比較的定性的に一致するということから本数値解析モデルはある程度妥当性があるのではないかというふうに考えて、えー、おりますはい えっと、さらに、えっと、我々はこのループ型用のスプラズマを改良を続けておりまして、えっと、このとレーストラック型プラズマというのも開発しています。レーストラック型というのは、これまでのループ型のこの照射する部分のところ、ここを横方向に長くしたもの、これをレーストラック型というふうに言って、さらなる長尺なプラズマを生成することを検討いたしました。 でしかしながら、一様性が少し悪くなりましたので、それをさらに改良した改良レーストラック型というのを開発しています。その形状がこちらになっておりまして、ガスを照射するようにすることによって、プラズマが下方向に押し付けられる効果を期待しているというものです。 この2つのモデルに対して、我々は3次元の電磁熱量解析によって温度分布がどのようになるのか、さらに実際にこの2つに対して、プラズマトーチを実際に作成し、今度は酸化処理ではなくて、窒化処理に適用できるかどうかということも検討していますので、その検討結果についてお話ししていきます。 こちらがその電磁熱流体、3次元電磁熱流体解析結果で,で、こちらが旧レーストラック型の場合、こちらは改良レーストラック型の場合です。これ、ガス温度の分布を表しています。 と温度が高いところは赤で示しています。旧レーストラック型の場合、このレーストラック部分におきまして、ほぼ一様に、まあ、1 5 0 0ビン程度の熱プラズマが生成されていますが、基板上におきましては、少し温度が低くなり、一、ま、様、あ、性が少しかけるようなプラズマが生成されているという様子がわかります。一方、改良レーストラック型の場合、このループ部分におきましても、このループ部分も少し太くしていますけれども、大体1 2 0 0ビン程度で。さらに、えー、と基板ホルダーの上 におきましてもケルビン程度で一応になっているということがわかりますで。これを詳しく見るためにそれを拡大したのがこちらです。基板、えー、ホルダー上、1ミリのところのオーの分布をこちらにプロットしました。縦軸が温度です。横軸があと X 方向あ、横方向の位置となっています。9レーストラックの場合、えー、この端のところにおきましては温度が少しだけ高く1150ケルビン程度になっていますけども、えー、基板中心付近におきましては大体1000ケルビン程度になっている。一応性が少しは 一方で、改良レーストラック型の場合、基板の端から端までだいたい1170ケルビン程度と、非常に一様な熱プラズマが生成できるということが、数値解析からも見て取れるということがわかります。このような検討をいたしまして、まあ、実際にこのレーストラック型の場合に、一様な表面解出ができるのではないかというふうに考えて、まあ、実際にこのループ型、 えーとえー、とレーストラック型プラズマとレーストラック型プラズマ統治を開発し、これに対してプラズマを生成するということを行いました。で今回は実化処理も想定していますので、えー、とこの基盤上からは、えー、とアルゴン酸素ではなくて窒素の混合ガスを導入するということを行っています。その時の様相というのが次のスライドになっています。 でこちらがアルゴン窒素プラズマの旧レーストラック型の場合、こちらが改良レーストラック型の場合です。明らかに改良レーストラック型の場合、基板上におきまして非常に明るい、そして一様なプラズマが基板上に生成されているということが分かります。でこれ、実際に分光観測からもずっと見てやりますと、非常に一様な分布のプラズマが生成できているということが、えー、と分かってきています。 このアルゴン窒素プラズマに対して、シリコン基板をここに設置しまして、実際に窒化処理も我々は行っています。その結果を次に示していきます。こちらがその窒化の様子です。まあ、実験条件としましては、アルゴン窒素だけではなくて、窒素を促すために、水素を3%だけ導入しています。そして窒化の照射時間として15分、30分、60分というふうに時間を変化させています。 この時の基盤の XPS 分析結果を示したのが次の。 縦軸がインテンシティで、横軸がバインディングエナジーです。で黒で示したのが窒化前のもの。赤で示したのがアルゴン窒素水素プラズマを60分照射したものです。窒化処理前にはなかった窒素の 1GS ピークが60分、えー、このプラズマを照射することによって大きく、えー、出てきているということから、窒、ま、化、あ、処理ができ,できているということがわかります。その時のこの X 方向の分布を調べたのがこちらになっています。 えっと、プラスマイナス45ミリのところにおきまして、この N の 1S ピークがあって、そのシフト量から Si3N4 というふうになっているということがかり、プラスマイナス45ミリにわたって Si3N4 ができているんではないかというふうに考えられます。えー、さらに、えー、と窒素、基、えー、板上の、えー、と窒素とシリコンの非、 と酸素とシリコンの比を分析した結果というのがこちらになっています。横軸が X 方向です。60分、えっと、熱プラズマを消費させた場合、えー、S 対 N の比は、えっと、大体1対1.33、すなわち3対4に近づいていくということが分かり、Si3N4 が生成されているということが分かるで。それがプラスマイナス70ミリにわたって、えー できているで一方で、酸素のピークはだんだんと減っていくということから、えー、と酸素、水素ラジカルによって自然酸化膜を除去しながら、表面窒化ができていたんじゃないかというふうに考えています。 はい。えっ、ー、と、まとめます。で我々は、ループ型レーストラック型有熱プラズマによる、えー、基板全体の一様な酸化膜、あるいは窒化膜の生成を行っていています。まあ、様々に課題がありましたけれども、えー、基板スライド機構付きループ型熱プラズマを開発し、実際にシリコン基板の二次元酸化あー試験を行った結果、 100ナノメーターアパーミニットと従来法と比較して10倍程度の高速参加ができ、さらに、一様性を向上させるために、落ち着け効果を考慮することによって、それを向上させることができる、さらには SIC 基盤にも適用できる、一方で、数値解析モデリングも行っておりまして、さらには新型のレーストラック型誘導熱パズも開発しているというふうです。 はいえー、っと新技術の特徴です、従来技術とその問題点としましては、まあ、実用化されている熱酸化法、えー、っとイオン窒化法は、えー、っとその速度、表面回出速度が遅い問題がある、で新技術の特徴は、えーっと、我々の方法だと従来法と比較して10 20、10倍から20倍の高速窒化、あるいは高速酸化ができる。 え、プロセス時間の短縮が見込まれる。想定される、ま、用途としましては、半導体作成における、ゲート酸化膜、あるいは銅パントの活性化なども考えられます。えと、実用化に向けた課題としましては、ま、処理の大面積化、一様性のさらなる向上などです。企業様への期待は、ま、解出処理表面の評価や、解出処理の適用考察などです。え、この、本、本技術に関する知的財産権はこちらに書いてあります。 えとこれまで我々は共同研究も行ってきています。お問い合わせ先は金沢大学 TLO 様にお願いいたします。以上で、えー、発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。